今日の放送は、Z、株式会社桂デラデックスと愉快な仲間たちさあ新コーナーということでアカログということでまあこれはねあのー、今日はマネージャーがいない中皆さんが多分これを考えてくれたんだと思うんですけどアカログまあ完全に食べログですよねこれね食べログをアカログにしたということで。 あの先週ねちょっと話に出したと思うんですけどグルメの話をねちょっと今後不定期ですけどしていきたいなと思ってまして今日のテーマはですね「焼き鳥」ということであの視聴者の聞いてくださってる方にもねちょっとおすすめの店とかをちょっと是非コメントしてもらおうかななんて思ってましてですこれはテーマを決めてですねで例えば今度次回お好み焼きとか。 え焼肉とかそういうのが出た時にその皆さんの知ってるねおすすめのお店をちょっと紹介してもらいつつで僕もえおすすめのお店を紹介したいなということではいまずはですね今日まず皆さんにコメントを頂い,いてる間にですねまず僕のおすすめの店をちょっと今日は紹介したいなということでえまあ大阪のですねえ港区まあ天保山の辺ですね。 にあありりまますすというあの焼き鳥屋さんがありますここはあの手羽唐ら揚げがすごく名物で、まあ、有名なお店なんですけど実はこの「神垣というお店はですね僕のアジア大学の時の野球部の1個下の後輩がやってるお店なんですねだから僕はあの本当にプロ野球の世界に入った時からえー ちちょこちょここう行かてててもらっててまあ引退してからもまあ定期的に行かせてもらってるんですけど一人で行ったりもするしえまあ本当つい最近もね行きましたしで僕がその行ってることもあってですねうちのスタッフもちょこちょこ社長中心にねよく行ってくれたりしてますので。 あの本当に、ね、手羽唐、まあ、から揚げ、いわゆるだから手羽先ですよね、あのー、そ,その手羽から揚げがね、そうですねあのだからどこ風ってなると名古屋,名古屋風というか、まあ、実はあの説明をするとですね話が長くなるんですけど、<laughs> その僕の後輩の髪垣き、髪きってお店なんで、髪垣きくんなんですけど、髪がきくんのお父さんが、実は元プロ野球選手なんですね。で中日ドラゴンズの 選手だったんで,すよでまあお父さんが野球やめられてから、えー、始められてで今はもうお父さんじゃなくて息子の僕の後輩の神垣君がやってるという,いうお店なんですがちょっとですね今日は今から彼にいきなり電話をしてみようと思ってまして電話をして、ねえー、視聴者プレゼントをちょっとおねだりしてみようかなと思っております。あのー、このラジオを聞いたと言えば なんかこうサービスしてもらおうかなっていうことでちょっと今ね今からちょっと電話で直接交渉しようと思ってますただね今日ちょっとね月曜日がね休みなんですよ定休日なんですねその紙書きというお店がちょっとね皆さんに行ってもらえるようにちょっと交渉を直接したいと思うのでちょっと待ってくださいね今から電話します <laughs> なかなか <laughs> この生電話っていうのがねいいと思うんですけどそう皆さんに聞こえるようにあのスピーカーにしますね つながればの話ですけどもしもしあもし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 赤磨きはい赤押です,です赤押ですはいお疲れ様ですあのさはいちょっと急な電話で申し訳ないんですけどはい今のラジオの本番中で今ラジオやってます はい。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 はいって、<laughs> ラジオの本番中。ラジオの本番中で、はい。今ね、ちょっとね、神垣のお店を紹介してるんです。あ、ありがとうございます。焼き鳥神垣っていうのをね。ありがとうございます。はい。はい。はいで、あのー、はい、視聴者の方たち、まあ、聞いてくださってる人たちに、ちょっと、あのー、はい、視聴者プレゼントをしたくてですね。はあ。 そうだからえよくなんかで見たことないご視聴者プレゼントみたいな例えば赤星ラジオを聞いたといえば何かをプレゼントしていただけるとかありますそれをちょっとめちゃくちゃ強引なお願いなんですけどあのだからちょっと僕的なお願いをちょっと言わせてもらうとちょっと費用的なこともあるかもしれないけどちょっとねまず髪垣の店が。 はい、手羽唐ら揚げがめ有名だって話を今したわけよ。あ,ありがとうございます。そう電話する前にねメインでね。でその手羽唐ら揚げをまあとりあえず皆さんに食べていただきたいから、はい、あのーまあ、ちょっと期間を後で決めるけど期間限定でこのラジオを聞いたっていう人が来てくれた場合にその手羽唐ら揚げ一人前をタダにしてもらえないかななんていう。はい、あ ういうはい、だめ、はい、でしょうか、それはもうちょっと待って、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 <笑><笑>なんかさ、ごめん、あの嫌そうだね、もうそれはもう先輩のごめんとあれば、いやいやいや、やめなさい、なんかその先輩の言うことは絶対みたいな、いやいやいや、もうあのぜひとも、はい、あの大丈夫ですか 大丈夫はい、あり今ね皆さんからコメントも来てんだけどいやあのもしねあまりに皆さんが来すぎて、はい、あのちょっと赤星さんあのだいぶマイナスになってますって言うんだったら後で俺に電話してくれたら、はい、あのその分俺が払うからあ,それありなんですねあ,ありあり、うん <laughs> うん、だからあのそういうちょっと企画に応じていただけないでしょうか。 いやもうぜひとも、よろしくお願いします。あじゃあ、いい、いいということで、はいはい。お願いします。はい、お願いします。いいということで。はい。ありがとうございます。はいはい、じゃあ、あのー、その、それ企画す、遂行させていただきますので。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、はい、日にちに関しては、はい、えっと、ちょっと、あの、番組の中で、決めさせてもらって。はい。はい。で、あのー。えー、っと、また神々に、連絡しますね。何日から何日までっていうのを決めて。 はい手羽か唐揚げ1人前ね1人前で一1人前一人前が5本だっけ5本です五本はいこれをじゃあ皆さんに食べていただけるようにただということで承知いたしましたはいすいません無理くり無理くりな交渉で申し訳ありませんもうそれ以上にお世話になってますんであそういうことでさすがさすが後輩よろしくお願いしますありがとうございますはいありがとう い,いえ、すみません、はい、ありがとうございます。はい、じゃ、あまた、その、認定等も含めて連絡します。承知しました。はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫、頑張ってください。はーい、ありがとうございます。はい。失礼します。はい、ということで、ええー。ええー、無理な交渉成立、ええー、あきさん、怖い先輩って入ってますけど。<laughs> い,や <laughs> いや、まあ、ちょっとね、あのー。 いきなりだったから、多分本人もちょっとテンパってて、多分びっくりしてるから、あんな感じの対応だったと思うんですけど、本当ね、そんな感じのタイプじゃなくて、えーまあ、本当に、すごくね、あのー、彼が一生懸命こう焼いてくれたりしてるんですけど、大丈夫です、えー、多分喜んで、えー、サービスしていただけると思いますので、ちょっとね、期間を決めようと思いまして。 えっとこれ、多分ん、まあ、最後に言いますけど、YouTube でも放送あの、配信してるので、それが多分15日かな、今週ね、15日の配信予定なので、それを見てからの人もいると思いますから、その後だね、だから16日の土曜日から、24日の、えなんか長くなってない、それ、24日の日曜日、それ、はい、1>, 1週間じゃないじゃん。 8日ない俺,俺が怒られるよ、髪がに。どんだけの期間やらせるんですかってなるか、まあじゃあ16日の土曜日から7月の24日の日曜日まで。はい、ということに勝手に決めさせてもらって、あ、えと、ー、で僕がしぶしぶ、髪がき君に、えー、交渉したいなと思いますので。えー もう一回いいですか日にち7月の16日の土曜日から24日の日曜日まで、えー、はい赤星ラジオを聞いたと髪がきのお店に行って言えば、えー、手羽から揚げを1人前、えー、サービスしていただけるということなのでちょっとぜひ行ってもらいたいなと思いますし僕はね手羽から揚げももちろん大好きなんですけどつくねがね めっちゃ美味しいしんですよあのつくねの多分イメージをちょっと覆されるというかあんなふわふわなつく,つくねねあんまり僕食べたことないんですよねだからあのもう手羽から揚げももちろんおいしいしこのつくねもね是非皆さん食べていただけると「あおいしいわ」って言っていただけると思うのでんつくねはタレですよ。うん う,タレうんん両方いけるんちゃうかな僕はタレで食べてますけど、はいはい、あのー、本当にあのいや僕はでもものによりますねやっぱりねその食べる鶏も皮は,皮皮はそれは塩やんかえっタレでしょ塩やんかでしょいやいやなん何の話だから多分これはね皆さん分かれると思うんでねだから タレで僕だから大体半々で頼みますけどねタレと塩って両方ともいただいて一個のものに対して、えー、あそう,うんしてくれますよだから3本のやつとかちょっとあれですけど1人前が3本とか1人前2本とか4本とかのもんだったら半々にしてもらったりとかほらすずちゃん<前>皮は塩ですそりゃそうでしょ私も塩ですほらほらえ たれはまあまあいるとは思いますよもちろんだからそれはもう好みなんでね。はい、ということでね是非、あのーあのー、焼き鳥紙書き、あのー、ちょっとね場所がちょっといまいち分かりづらいところにあるのでもう本当にちょっと民家の、ね、中にあって大通りからちょっと入ったところなんで、まあ、今だったらでもグーグルとかで調べていただければ多分ピンポイントでお店の情報は教えてくれると思いますので。 ぜひ行ってもららえたらなと思います僕のサインは飾ってありませんよあの。僕ね、そういうのあんま好きじゃないんですよその。あるじゃないですか、店によってすごいサインがあるところもあったり、もちろんサインがないところもあったりする。だから僕はだからそれを書いてくださいって言われたら書きますけど、紙書きの店はサインないですねね確か,ね、うん、だからそういうちょっとサインがいっぱい貼ってあってっていうお店ではないので、まあ、本当に。 多分1回行ってもらうと分かると思うんですけどすごく1回行くとね2回目以降行きやすい感じのすごくお店なので僕本当に1人でカウンターで行ったりもし,ましてましたしぜひねちょっと行ってもらえたらなと思いますあの今回その焼き鳥の話で盛り上がっちゃって皆さんからのそのおすすめ店が全然あの入ってきてないのであのあ今あんちゃんさんとかね今入れてくださってますけどちょっとこれ後で僕見さしてもらって。 あのちょっと参考にさせてもらって来週またね先週こんながありましたんでまた行かせてもらいますとかでまた次企画の時はまた次のテーマでお店を僕も紹介したいしえ皆さんに紹介してもらえたらなと思いますのでえよろしくお願いしますということでえ今回新コーナーとして始まりました「アカログ」でした。